オブジェクト番号 SCP-329JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-329JP は小動物飼育用ケージに保管され、サイト8107の収容室に収容されます。収容室の鍵は主任研究員が管理してください。一日に一度 SCP-329JP のいる紙面上に数式を書き込んでください。収容室へのいかなる書類の持ち込みも禁止です。SCP-329JP への直接の接触は機密性スーツを着用の上で行い、接触終了後3分間は脱がないでください。説明。SCP-329JP は紙の平面上に住む線形の生命体です。DNA を調べたところ、人、線虫、SCP-132JP と一部が一致しました。SCP-329JP は数学の知識を持ち、紙に関数の式を書いた時にその関数に対応するグラフに変形します。方程式を解くことや、定理の証明をすることも可能です。SCP-329JP はグラフを形作ることや、数学の問題を解くことを生命維持のために必要とし、約3日の間、式や問題の供給がないと丸まって休眠状態に入ります。休眠状態になっても、再び式や問題の供給があれば、活動を再開します。紙の上に文字を表示させることもでき、その性質を利用して日本語で意思疎通を行います。SCP-329JP は人と文字でコミュニケーションを取るとき、SCP-329JP-A を生み出します。SCP-329JP-A は体長約10メートル程度のワーム型生命体です。SCP-329JP-A は紙から筆記用具を伝って人の体内に侵入します。侵入した後、脳に寄生して、宿主に、数学に対する強い興味関心、SCP-329JP に対する親近感を植え付けます。結果、宿主はインターネットや文献で数学について調べるようになり、得た情報を SCP-329JP に伝えるようになります。これが、SCP-329JP の生命維持に役立っていると考えられます。寄生できなかった SCP-329JP-A は生まれてから3分以内に死亡します。SCP-329JP は、県の山中にあった日本生類総研の施設だったと推測される廃墟内で発見されました。この施設は、設備などから生物学研究所だったと考えられますが、保管されていた書籍のおよそ半分が数学に関するものであったため、施設内で SCP-329JP-A への集団感染が起きたと推測されます。SCP-329JP の発見と同時に日本生類総研の構成員が執筆したと思われる。SCP-329JP についてのデータの記載された論文、生物電卓の開発が発見され、特別収容プロトコルの制定に活用されました。執筆者は、日本生類総研、寄生虫研究部門、となっており、この人物について調査が継続中です。日本生類総研の、についての調査中、県の公立高校に勤務する数学教師、市が SCP-329JP1 個体を自宅で飼育していることが判明しました。彼と彼の教え子3名が SCP-329JP-A に寄生されており、生徒には A クラス記憶処理を施しましたが、現在、原因不明の喪失感を訴えているとのことです。教師の死は日本生類総研の関係者と考えられ、より詳細な調査のために、現在財団の管理下にあります。実験記録 A-01 日付2000年月日内容 YX の式を書く結果 SCP-329JP は直線に変化。実験記録 A-02 日付2000
年、月、日。内容、Y、1、X の式を書く。結果、SCP-329JP が双曲線に変化。初期個体が分裂し、2体に増えた。観察後、1体は処分。分析、グラフの表現のために分裂するとは面白い。実験記録 A、03、日付2000、年、月、日。内容、Y、タンジェント X の式を書く。結果、SCP-329JP は3本の曲線に変化。観察後、2体は処分。分析、どうやら分裂の限界は3体までらしい。実験記録 A、04、日付2000、年、月、日。内容、方程式に X 足す6、0を書く。結果、SCP-329JP 自身に変化なし、紙に X、3と表示。分析、方程式も解けるようだ。実験記録 A、05、日付2000、年、月、日。内容、直角三角形の斜辺の長さの2乗は残りの2辺の長さの2乗の和であることを証明せよ、と書く。結果、日本語の文字と数式で証明する文章が紙に出現。分析、証明もできるのか。実験記録 A、06、日付2000、年、月、日。内容、3、以上の自然数、N、について、XN 足す YN、DN となる、0、出ない自然数、X、Y、D、の組が存在しないことを証明せよ、2と書く。結果、日本語の文字と数式で証明する文章が出現したが、紙の余白が足りず、途中で中断された。分析、出現した部分はすべて既存の証明と一致していたようだ。高い数学的知識を持っていると考えられる。実験記録 A、07、日付2000、年、月、日。内容、すべての、2、よりも大きな偶数は2つの素数の和として表すことができることを証明せよ、と書く。結果、それは私にはとても難しいです、と紙に出現。分析、まだ証明されていないことはできないのだろう。実験記録 A、08、日付2000、年、月、日。内容、何もせずに1週間放置、監視だけを続ける。結果、3日目で紙に、ご飯をください、と出現し、丸まって動かなくなった。この時点で実験終了。分析、書かれた式が生命維持に必要なのだろう。実験記録 A の全実験を行った1名の D クラス職員、以下被験者と表記、について、SCP-329JP、A の特性を調べるために実験を行いました。実験記録 B、01、内容、被験者に自由に使用可能な電子書籍端末を与える。結果、実験 A、01実施前までは、閲覧した書籍のすべてが漫画であったが、開始後はそのすべてが数学についての書籍となった。実験記録 B、02。内容、実験 A、01実施前と実験 A、07終了後に数学能力を調べる筆記テストを行う。結果、1度目のテストでは被験者の数学能力は中学1年生程度と判定されましたが、2度目では高校1年生程度まで能力が向上していました。分析、約1週間の期間の中でこれほど学習するとは驚きだ。SCP-329JP、A には脳を活性化させる作用もあるのかもしれない。実験記録 B、03。内容、実験 A、01実施前と実験 A、
08日死後にそれぞれ同じ内容の筆記アンケートを行う。結果、以下。質問の内容1度目の答え、2度目の答え、と表記します。91、尊敬する人物は誰？ピタゴラス、Q2、今一番会いたい人、物は誰？何？母親、SCP-329JP、Q3、数学は好きか？どちらかといえば嫌い。とても好き。Q4、財団の施設から出たいか否か？その理由は、出たい。自由になりたいから、出たくない。SCP-329JP と離れたくないから。分析。SCP-329JP は SCP-329JP。A を通じて被験者をコントロールしているようだが、もはや別人のようになってしまったな。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。